V. S. 魂百連発イエーイ。はい、皆さん、え全国津々浦々一億人の V. S. ファンの皆さん、おはようございます。ええ、私マイクロソフトの馬田と申します。え今回はですね、私の方からはタスク。というものをご紹介したいと思います。え皆さん、タスクってご存知でしょうか。ええ、まあ。まあ、不採用の項目とかを管理するときに、まあ、タスク一個一個のタスクと言ったりしますが。 タスクというものを VS でも使うことができますまずですねビジュアルスタジオを開いてみましょうビジュアルスタジオ表示からこちらですねタスク一覧というものを表示するとタスクウィンドウが開いてきますこちらのタスク一覧というものを使えば、まあ、今作業中のまあソースコード に対応しててタスクというものを作って次にやることととかを管理していくここができますこの右側ですね、Windows の右上の方にユーザータスクの作成というボタンがありますので、ここに例えばですが、えー、とデータを引っ張ってくると、引っ張ってくるメソッドを書くみたいな、書くとか、じゃあ VS 魂100連発あと3個や,10個やる、VS 魂100連発あと10個やる。 みたいな感じでユーザータスクを作ってそしてこのタスク一覧を見ながら例えばですが完了すればこのチェックボックスに入れてチェックを入れて終わっているというようなことを何でしょう確認したりあるいは並べ替えですね並べ替えで例えば完了している順に並べ替えるとかをして今残っている残タスクを確認して進めていくことができるとこうしたタスクの機能を使えば非常に簡単に自分のタスクの管理ができていくと。 いうようよなメリットがありますあ、うん、個人のそうですね、今は個人の作業の関連ですね、まあ、ユーザータスクというところです。まあ、ただ、えー、コードを書いていって、いちいちタスクを書いていく、タスクを作っていくというのは非常に面倒くさいので、ちょっとだけ、えー、もう一個面白いタスクの機能をご紹介します、えー。それはコメントアウトの機能を使ったタスクの管理です。例えばですが、こちら、えー、最初のこちらのあたりに、まずは、 このようにスラッシュスラッシシでコメントトアウトしますそしてコメントアウトした最初のところにトゥードゥとこのように書くんですねそしてここのトゥードゥのコメント例えばですがここの名前、えー、名前をリファクターするとっと,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 とか、えー、ここですねコモンのこれは何でしょうコン,トラクコンストラクターかコン,、えー、コンストラクターの引数を書いて みたいな感じでコメントアウトして to do と書いてそして to do のえま内容を書くと実はこのタスク一覧には出てこないんですけれどもこのユーザータスクではなくですねコメントの方に切り替えるとこのように to do 項目が今追加されていた to do 項目が表示されますこうすることでまあコードを書きつつえ to do のタスクを管理していく追加していくというようなことが可能になります これもちろんククリックするともちろんです。もちろん飛びます。こちらのこんな感じで飛びますし、えー、キーボードショートカットの回で紹介したんですが、F8 キーですね。この状態で F8 キーを押すと、あと、F7 キーを押してしまいました。F8 キーを押すと、実は To Do のところにこのように一気に飛んでいくという F8 ですね。キーボードショートカットもあります。このような、ま、To Do を覚えておけば、コードファーストで書いているときにですね、ババッと ここ実装してないからトゥールーかなと思ったらコメンターとしてトゥールーそしてコメントタスクの内容を書くということで自分のタスクを一気に管理して可視化できるという非常に便利な機能ですコードレビューとかでも多分使えると思いますいとりあえず書いておいて、はい、後で見直していくとかもできるできるとい、はい、素晴らしいタスク管理の機能になってますのでぜひ皆さんですねこれを使って幸せな Visual Studio Life を 送っていいただければと思いますはい、私のセッションは以上になります。ご質問等ございましたらこちらにご連絡ください。はい、皆さんありがとうございます。